郎ですこんにちは、えー、っと今日はですね令和4年の、えー、2月7日今朝の9時過ぎなんですけど、えー、今回は、えー、ソフトバンク私はソフトバンクスマホを使ってるんですけどソフトバンクの、えー、料金の支払いについて最新情報っていうんですかね朗報です。はい ちょっとね結論の前にちょっと前置きになるんですけどこの去年ねコロナ禍がずっとありましてそのスマホの電話料金ですかね利用料金で言うんですかね、まあ、それの支払いを待ってもらってる方がいてると思うんですねもう私を含めて、まあ、私の例で言いますとその私はもうずっと11ヶ月分待ってもらって ほんで当初はそのこのコロナが収まった頃には一括で払ってくださいいうことやったんですけどそれがまあ,あのまあどっかの指導が入ったんですかねその分割可能になりましてねそれがあの去年の声ですね えー、2021年去年の11月29日ここをもって、えー、料金支払期限延長の申し込みが終了しましたということでこの時点で多分、えー、皆さん一括で払うっていうところから、まあ、分割 OK ですよという申請されたと思うんですね。で私もそうなんですけど私の場合は約11ヶ月貯まってる分を毎月1ヶ月分 最低1か月分ずつ払ってくださいっていうことをやったんですね。だから、えー、まだ直近に使ってる分今やった一1月分1月分の支払いが、えー、今回は今日2月7日なんですけどその2022年1月分の支払いとプラス、えー、待ってもらってた分支払いを延期してもらってた分 まあ最低1ヶ月分を足して足していうか別の支払い用紙なんですけどそれをまあ今日までに支払ってくれということやったんですねまあ言ったら2ヶ月分ですや古いの1ヶ月と直近の1ヶ月っていうことやったんですけどそのまたね <laughs> 今。 まん延防止等重点措置というのが出てまして、ええー、まあ、俗にうまんいうやつですね。ほんで、これ、もしかして、あのー、もしかしてまた、この支払い待ってくれてるんちゃうかなっていう気がしましてね。ほんで、一回こう,うホームページ見たんですよ。ほんならね、こういう感じで、去年の11月で止まってるわけですやんか。 なるほどとさすがにもう延長はないかなとっていうことであちょっと思うとったんですけど前は一回電話し,したれと思ってね電話してみたんですよほんならこうですねソフトバンク移動通信サービスについていうことでここフリーコール電話させてもらったらそのここ同じこと言う,ようんですよその自動音声っていうんですかね えー、料金支払い期限一応の申し込みは終了しましたと。で、はっきり言うとるんですね。で、他にご用件になる方は、あの、つなぎますということで、やったんですけど、まあそこで、ああ、やっぱしな、思って。まあ一回は切ったんですけど、昨日ですかね。やっぱり一回、直接聞いてみたり思ってね。ほんで、あのー、 ありなしますのガイナス終わっってつなげてげもらったんですよでこうこうで、あのー、コロナでそのまん延まんぼも出たしちょっとなかなかしんどくていう話させてもらったんですねほんなら少々お待ちくださいと、あのー、あなたの情報をお,知らせお調べしますということで1分お待ちくださいみたいな待ってほんならあなたはこんだけ貯めてはりますねみたいな。 はい貯ほんであ直近のほうもうお支払い済んでますねはいしましたと私も1月分はもう払ってましてねなるほどと分かりましたほんでコロナで、えー、しんどいんですねはいそうなんですよって言うたらねなんとあのそしたら分かりましたとあの本来最初のお約束は 毎月に遅れてる分、最低でも一月分、直近の1ヶ月と遅れてる分、最低でも1ヶ月を払ってくださいいうことをやったんですね。まあそれが分割ですやん。分割、溜まってる分を毎月1ヶ月分分割というか払ってくださいということをやったんですけど、それが、いやもうそれはもういいですと。まあ、直近を払ってくださいと。ただ、溜まってる分に関しては、 毎月、まあ、なくていいですとあのこのコロナが落ち着いて生活が落ち着いた頃に支払ってくださいということだったんですよなんと「えー、ほんな今月今月今日ですね今日はもうその遅れてるもん払わなくていいんですかいいですと」と「またできた時にお願いします」と「えー、ほんなそれいつまで待ってもらえますの」って聞いたらその今年のね令和 4年今年の11月末までに全部完了してくださいということでした。これ多分ね、待ってもらってる方やったら同じ請求書やと思うんですけど、この振込用紙ですかね。振込用紙は払い込み用紙っていうんですかね。払い込み取扱表っていうんですかね。あの、コンビニとかで払うやつですわ。これが、なんとね、あの、 締め切り日か、この支払い日がね、えー、確かね、11月末やったと思うんですよ。あ、お支払い期日が2022年11月30日でなっとったんですね。だからこの期日までに、最初はこれはキースこないしてるだけでね、あの、毎月払ってくれることだったんですけど、もう今回はこの11月30日までに今溜まってる分を、 長寿やらせてもら,えもらえたら結構ですということでしたはいちょっと分かりにくかったかなあの要は早い話があの毎月その通常直近の分は毎月払ってくださいと待ってもらってる分は待ってもらってる分を毎月1ヶ月も払ってくださいと言うとったのが今年の11月末までに払えば OK ということです はい。毎、ま、月、あ、払わなくても、そこを弔辞合わせれば OK ということです。はい。ということですね。ああ、ちょっと分かりにくかったかな。まあ、とりあえず、まずね、漢字のことは電話しなあかんことですわ。これ多分電話せンス人はね、何らしかなんかあると思います。まあ、停止されることはあってもすぐ再開されると思うんですけど、あのー、まずここのね、 ソフトバンクのここにこれ下に貼っておきますんであのここに電話してくださいほんで事情を言うてねあの今月ちょっと待ってもらってもが払えないんですということを言えばあの11月末まで待ちますということに多分なると思いますはいそんなこっちゃですねちょっとしゃべりがあれでちょっと申し訳ないんですけどはいということでちょっとねあの分かりにくかったと思うんですけど要は この支払い期限を延長してもらっている分がさらに待ってくれるっていうことですねはいでその私はソフトバンクなんですけどこれ多分ね他の au とかねドコモとかも多分同じ対応多分ですよされてると思いますはいでもしかしてなんですけど光熱費とかもねもし私はちょっと光熱費は待ってもらってないんですけどその待ってもらって ってる方はね。同じような対応をどうやどうでしょう？この辺はちょっと自信ないですけど、はいあるかもしれないですね。はい。で、そんなところですね。はい、ちょっと分かりにくくて申し訳なかったですけど、あのー、多分ね。どっちみち払わなあかんねんからね。あのー、無理して払わった方がいいのかもしれないですけど、まあそこはよくお考えになってはい。計画的にね。 あのー、してもらえればと,い,い,と思いますはいといとうことでこれまた下に貼っておきますんであのー、もしね私と同じ今日が試合ライブの方とかやったらねまあ急いで電話されるのがいいと思いますはいということでいつもありがとうございます失礼しますチャンネル登録してね